期9話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録、ボタンよろしくお願いいたします。ということで、テンスラ日記全12話で終わるみたいですね。前回コメントで教えてもらいました。まあでもね、10話じゃなくてよかった。11話じゃなくてよかった。12話でございます。日記いつ2期まだはい、ということでね、ぜひとも2期制作よろしくお願いいたしますね。今3期やってるナウなんでね、もうそろそろいいんじゃないですかね。テンスラ2期みんなもう待ってますよ。お願いします。ということで、ということでね、行きましょう。レッツラー、川の流れの違うよーに、よいしょじゃん。あ、かわいい。おお、おお、おお、ジャパニーズセット。なんなのだこれは。そこわからんか。入れ、入れ。おお、綺麗。壊すなよ。かわいい。穴開きそうだもんな。やったな。やったな。おお、秋も、うん、終わりか。そろそろ冬だな。お、正解です。外人の俺がどうじゃないけど正解です。ええな。しまった、罠なのだ。罠じゃねえよ。何がだよ、何が。よいしょ、よいしょ。はい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 。ということでですね、OP が流れてる間にちょっとしたお話を皆さんに共有します。で、前回コメントでもらったんだけどね、OP、ED、お前ダブルで毎回流せや、みたいなね。これちょっとね、音流せない関係上ね、ちょっと毎回はね、やれないっていうのがありまして、ED はね、なんやかんやでいけるんですけどもね、OP の場合はね、音がない状態になっちゃうんで、ね、なんか、無言で見るわけにはいかんやん。で、喋ってたらお前集中せよってなるやん。だから結構ね、動画として困っちゃうなっていうことがありましてですね、ちょっと OPED は、あんまりね、こう見れてないっていうのがあるんですよ。で、基本的には、ファーストでは見ていくとか、いろんなタイミングで見ていくっていうのは、今もやってる、引き続きね、楽しんでいきたいなっていう。たまになんか、あ、今日どうしても聞きたいみたいな時あるじゃん。そういう時はなんか、ね、音をミュートでも知らねえよと思ってもバッてやってね、ちょっと動画的にはちょっと、音ねえしな、みたいな、なんかよくわからんリアクションになっちゃうけどね、なっちゃうけど、はい、そういう時もありますよっていう。で、それはそれとして、はい、それはそれとして、一つのご説明として、コミュニティとかツイッター X ね、にも書いたんですけど、家のシャワー詰まったんですよ。うわと思って。で、マジでうわなんですよ。何がうわかって、ちょっと前に、お母さんの、家のトイレが詰まったんですよ。で、詰まったら、吹き出したんですよ。水びしゃ、汚水で。もう本当にね、聞くだけで、俺いなかったからあれなんだけど、聞くだけで絶望するレベルの、もう水びしゃで、で、業者を呼んだんですよ。で、ちゃんと調べたんだよ。変な詐欺業者じゃないんだけど、めちゃくちゃ高くて20万かかったか。やっべえ値段かかって、で、本当にその値段で合ってるみたいな。日本って結構それで、緊急時につけ込んで、ぼったくるクソ業者あるから、ちゃんと大丈夫みたいな。で、ブラジルにも当然そういうのあるんだけど、それは大丈夫だったらしいのね。で、めちゃくちゃ一軒家だから、もう奥までなんかこう詰めるんだって。パイプにうらーって出して。で、もう本当にとんでもないトイレットペーパーがいっぱい出てきたりとか、トイレットペーパー以外にもいろんなもん出てきて、要はお母さんが前、何人か親族で一緒に住んでたの、回って親族がバンバンいろんなもん多分捨てたのか、はたまったっていうことで、それが詰まったらしくて、で、それ直すのにね、20万ぐらいとかね、かかったみたいで。で、もうそれ聞いてたから怖っと思ってさ、だから、ブラジルって基本的にトイレットペーパー流しちゃあかんのよ。まあ、俺のところはね、コンドミニアム、アパートみたいな、そんなもんだから、中に貯水のあれがあって、なんか行けるみたいなんだけど、なんか基本的にはあんまり、良くないっていう話で、で、そういう詰まることもあるよ。詰まった場合は、場合によっては、事故る。なんか何メーターかけるおいくらみたいな。怖っと思ってさ、で、俺のところで、シャワーが詰まったのよ。終わったと思ってさ、で、また、ここの家も、お母さん、が元々住んでたっていうのもあるんですよ。なんかお父さんの件があったりしてまあ亡くなったりとかして、でまあ
もらい事故だったんでね、ちょっといくらかお金をもらうっていうのがあったんですよ、結果的に。で、俺は自分の分いらないよ って、お母さんが、分けましょうって言ったんだけど、俺いらんよって言って、それはお父さんとね、長くずっといて、で、俺がいてっていう話なんで、それはお父さんが残してくれたものだからいいよって言って。で、お母さんが、なんかリフォーム、家の、持ち家、お父さんの買った持ち家は、リフォームしたりとか、いろいろとしてて、ちょっと住めない状況だったから、まあ、もう一個ね、親族の近くにっていうことで、ここの俺のいるコンドミニアムをね、買ったんですよ、そのお金で。で、なんやかんやで俺がブラジルに来るってなって、あ、じゃあリフォームも終わったし、その家あげるよみたいな。なんか巡り巡ってね、いいよって言ったことがなんかこう変えてきて、それはそれで気持ち的にはすごいなんか嬉しいなみたいなね、そういうなんかなんだろう、絵物語みたいなことで嬉しいなみたいなね、流れだったんだけども、ただ、それはそれとしてね、だからその時から使ってたから、髪の毛やらねやらが多分詰まってて、俺も今まあまあ髪の毛伸びてきたからさまあね、流れるわけですよ。そうなった時に多分それで詰まってさ、終わったーってなって、でなんか詰まり治らねえし、シュポシュポ家にないし、わ、どうしようみたいな感じになって、買いにね、今日行ってさ、で、あ、これブラジルに来た場合、これ透けてる、これちょっと待って、ダメだこれ。ダメだこれ。まあなんとなくわかるね。ジアブベルジって緑の悪魔っていう。この緑の悪魔はすごい、溶かしてくれるみたいで、すごいいいですよみたいな。パイプユニッシュみたいな、そんなもの。で、ジュボジュボもやったんだけど、なんか別のところに排水口がもう一個あって、そこをなんか、いじくったら、結構詰まりが治って、これ無駄に買ったって感じですね。あ、そうですかみたいなね。まあ、治ってよかったわな。なんでもええわ。でも、こういうものを知れるきっかけになったりとか、これもなんか日本語で謎に検索して、ブラジルに住む日本人が試したものみたいな。ブラジル人、ちょい、適当なところあるから、コーラ突っ込むといいよみたいな。油物が取れるらしいな。だからコーラをね、紹介されてコーラをやったら全然何も詰まり治らねえよみたいな。まあ、当然だよね。で、これを試したらいけたみたいな。そういうお話です。はい。なんで、ブラジル、事情ということでね、たまに本当にトイレとかも詰まったりするんで、トイレットペーパー流すとあかんよっていう、そういうお話です。だから昨日とかね、いっぱい取るつもりがあれれれれみたいな、取れずにみたいな、はい、パニックでした。パニック、本当にパニックでした。でお母さんと一緒に買い物とかいろいろと行って、まあなんやかんやで今に至るっていう、そういう感じですはい、って感じです。っていうのを OPの間に話すと、いや、OP を見ろよってなるし、でも黙って見てたら、いや、リアクション、あーみたいな感じになるし、喋りすぎちゃうし、みたいな。わかる？この気持ち。こんにちは。音を解除して、よし、行きましょう！レッツゴー！冬だな。あ、冬の訪れ！の秋から一月。早いな。季節は移ろい、テンペストは冬の季節を迎えようとしていた。もうちょい時間かけていいぞ。24話でやった方がいいぞ、編成。風が冷たくなってきたな。もう冬ですね。みんなちゃんと着込んでおけよ。体勢持ちでも油断は禁物だ。体勢持ち。ちなみに、あら、こんなものを作ってもらった。ああ、着てた着てた。ノテラ。パジャマ。作ってもらった。ドテラですか。ドテラって言うんだこれ。ああ、羽織とか。みんなの前で寒々しい格好はできないからな。知らんかった。でもスライムの時は丸裸ではないか。確かに。いや、確かに。ポテチ。確かに。あら、まあ。いや、そこかよ。そこかよ。寒さの話や。ゴミいっぱい拾いそうだよな。なんか歩いてると。丸裸。あはは言われてみると俺、今、全裸。天下のお笑いを全裸でかっぽ。これはやばいね。ご機嫌うるわしゅ、リムル様。こんにちは。リムル様、いやだ、何この気持ち、頬が熱い。変態じゃねえかよ。いや、変態やんけ。あ、かわいい。でも変態。照れてる場合じゃない。はい、変態です。どうしたにみんなを集めてるんだった。お、何かやんの。冬といえば何やんの。知っての通り、当初って言うんだ。ほとんどが木造だ。そしてこれからどんどん寒くなっていく。当初は暖を取るために火を使い、しょぼ火事の消防が高まるってわけだ。ああ。日々の周りと呼びかけを強化する。人呼んで火の用心キャンペーン。はい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 。なんか見たことあるな。キャラクターは専門家でもあるこの人です。おお、ベニマルニーヤン。おお。
の用心、心構えが町を守る、なんか懸賞金みたい、ワンピのなんか放火魔みたい、放火魔やん、燃えるぜ、なんか嫌なんですけど、放火魔やな、なんで、はい、俺放火魔みたいじゃないですか、あ、放火魔っすね、はい、なんかカンカンってやるよね、どこかで見たんだろうな、なんか記憶にある、おおー、久々、超久々、これはリムル様、津田の健さん、外ほどじゃないがここも寒いな、ええ、ヒポクテ層の成長との関連も調べております、おお、頑張り屋さんだな、おそちらはどうですかな、ガビル殿、はい、ベスター殿、栽培は順調で、どうした、はいはい、寝れてないのか、もしかしてドラゴニュートって冬の間は、ああ、冬眠、何をおっしゃられるか、おお、緊張感を持って、寝れてないつうか寝なあかんのか、冬眠か、まあ、静かで仕事がはかどっていいですかね、いや顔がキモい、ああかわいそう、もう寝てるやん、ほぼ、あ、リムル様、お元気よ、寝てるやん、元気やん、あ、個人差があるんだ、へえ、あ、寝た、お前寝てるよね、テスラー、テスラー、あーくさなんかこのスパーを思い出す感じだね、テスラー、おお、久々、ハチ、あー、カブトムシ、もうちょっと手前やん、アピトって言ったな今、私はアピト、うん、アピタを思い出した、懐かしい、カブトさん、ズギオ、今日も京都で蜜集め、ああ、うん、蜜食べちゃうよ、いいの、ああ、いいんだ、少ないの、頑張らないと、かわいい、おお、おお、わお、舐めたい、いっぱい取れたね、うむ、かわいい、納品、これでよし、さあリムル様のもとへ、魔物の楽園テンペスト、うん、労働って素晴らしい、平和って素晴らしい、おしい、うん、おお、あ、やばいな、あっ、平和とは、泣いちゃった、泣いちゃった、ミリム様、弱い者意識やめてください、かわいい、でかいけど、あー、かわいそう、でも原型とどめてたから手加減はしてるな、いや怖っ、分かったのだ、かわいそう、怖かった強くならねば、はっ、え、もっと大きくなかったっけ、こんなもんだっけ、別のカブトムシ、訓練に行ってくる、お、おお、編み物、マフラーか、編み物といえばマフラーだよな、学校かなんかで試したけど、なんで形になるかわからんかった、自分でも何をしてるかわからんかった器用な人ってすごいよな、おお、おお、似合ってる、すごい肌触り、似合ってる、いいのか、もちろんです、気に入っていただけて嬉しいです、あ、おお、お兄様へ、ちゃんとお兄様にもあるよ、やば、それは寝るときにつけるもの、お、いい、あったかいんだスノーモだ、あ、心も角もあったかい、かわいいかよマジで草。
どこにあるのかなって見てたら、ああああ。戦略。シュナやってなかったっけ、なんか。オソロか。私たちはジュラの森をさまよっています。おや。魔物の街を目指して。おお。そう。シズさんが亡くなったあの町。おお。いつまでも悲しんでちゃダメよね。それに焼肉が美味しかったあの町。一瞬で一瞬で。ああああ思い出しちゃう。ああああ早く着かねえかな。うまそ。あ、嫁まだ俺飯食ってねえや。ああお腹すいたな。かわいそうだけど、お前ら悲しいけどこれお肉なのよね。たまには思い出してね。かわいそう、お肉が先に来ちゃった。ブーン、一本ズのばっかりリムルを独占してずるいのだ。シオンです。そう、それまた言ってる。私にも抱かせるのだ。リムル様をお抱えするということは、その崇高な理念とこの国全体の命運を預かるということだ。そうなの。そうなの。ああその重み、シュナ様にさえ任せられない大義なのですよ。いいからよこせのだ。ゲットした。チーカワのウサギを思い出すな。リムル様の位置はもっと高く。ミリム、うらは軽やかに、歩幅は一定に。背筋が曲がっています。遊んでる。あ、出た。特性だろ、属性。ここぞとばかりに祭りの時のな、あれやろ。うえーじゃねえよバカ野郎。うえーはひどいな。うえーはひどいな。チートやん。な、俺ちょっと減ってない？気のせいなのだ。どこ行ったの？どこ行ったの？大丈夫。トゥービーコンティニュー。トゥービーコンティニュー。ギルドセイヤー、もうお腹減った。おお。キルマス。何したの？何したの？うわ出た。これ前食ったやつだっけ？ただの美味しそうなカニになってた。いや普通にこれ怖えよ。あ、じゃあゴブタ来るか。これといえば、おお、まさかのヨウムさん。ああ、これ、ああ、れ、あ、これ前の、ああ、なんだこれ前のだ。あ、デジャブーかと思ったわ。ああ、あー、イエーイじゃないよ。はぁはぁはぁ、理解した理解した。つつがなくテンペスト入りしました。つつがなく、何事もなくって感じかな。はぁ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 、そういう感じね。また戻って来てるのかと思ったわ。ミリム様、また見に来たべか。あとオラは黒べだべ。そうそう、それだべ。ちょっと待って待って待って、今なっつった。ちょっと待って待って待って。黒べ黒べ。黒べ。様、また見に来たべか。はい。あとオラは黒べだべ。そうそう、それだべ。黒べ。同じかと思ったら違うんだよ。黒べ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 。だべ。かわいい。ごめん、これは申し訳ないけどかわいいわ。何を作るのだべ。かわいい。ゴブタ君の刀を打つんだべ。クワだろどうせ。魔法を鍛えるのは一瞬たりとも気が抜けないべ。おお。かわよすぎ。少しの打ち込み加減で技者にもクズ鉄にもなる。んだ。あ、ああ、わびかた。ナイトスパイダーも楽勝の子たちっすよ。おお、うまくいったの。奇跡起きた。まあ、結果オライラベか。ああ。ま、魔王の
魔王のエキスが飛んで強くなったのかな。というわけでお客さんっす。おー、はいはいはい。ついに人間たちがリムル様に接触を図ってきました。過去ポテチどんぐり冬。私は管理者としてあの者たちの身体をしっかり見極めなければなりません。夏も花あったかな、あの海の時。あピリッとしてうまいでやんすね。お香りも爽やかで。おお、お前ら通り過ぎだぞ。お、なんとポテチの冬の新味が大好評。はっはっ、あー柚子胡椒風味いいね、うまい。あの者たちはいい人です。ば、大地の恵みを愛する者に悪人などは存在しません。柚子胡椒は正義、間違いね。では私も一つお商売に。あ、松ぼっこりも、松ぼっこり松ぼっくりね、松ぼっこりってなんやね。はい、では私も一つお商売に。お商売にって何。すみません、おかわり欲しいそうで。はあげますから。取られた。悲しくなった草が。リムル様、トレーニーさん可愛いな。人間たちとの協力の件、ロ十二分に熟考してくださいね。熟考、ああよう考えたな。うん、熟考。ひつみの真剣な声、それほどまでに根深い問題なのか。香り爽やか、ピリッと後引く新メニュー。あれわさびか。はやっぱりスナックジュラ。わさびもちょっと入れてんのか。柚子胡椒だからピリッとせんから、わさびでピリッとさせてんのか。あー食いたいよー。あーよこせその串、よこせ団長。君、英雄になる気はないかね。なんだって。オルフェンス的に、ね、ヨウム君とその仲間たちがオークロードを倒したってことにしてもらいたい。どう。はあ、そして魔物たちの国は君たち勇敢な若者に協力し支援したと吹聴するんだ。そうすれば君たちはお尋ね者から英雄に、俺たちは人間に友好的な存在だと信じてもらえるだろう。うん、なるほど。夏いな、こういう流れ。よく考えてみてくれ。でもちょっと時系列ふざけたこと言うやつだと思ったが、もう豚さんいるから。客人を空腹にさせるわけにはいかない。ああ、いいのか。いいのか。ブタさん。手下も手下だな。そうか、倒して。そうか、そうか、いいんだ、いいんだ、いいんだ。どいつも、こいつも、リムル様、リムル様だ。いらっしゃいませ。リムル様。ほかほかでーす。リムル様。ははリムル様はいいな。お客さんでしょ？どうぞ。お、うわぁ、いいな。リムル様おめえ、持ってってくれ。いいな。いや欲しい。コンビニにありそうだよね。肉まん、リムルマン、リムル様。かわいい、かわいい。いっぱい観光やん、楽しんでるやん。愛されてるな。おお、うん。俺そっくりの食い物だらけなのが気になるかな。確かにな、確かにな。というわけで今日から一緒に暮らすヨウム君ご一行だ。おお、ね、まあよろしく。いい声してんな。ごちそうも、もうすぐ完成です。おお、さすがシュラ。フィットしてる、悪いのに。宴でやつね。ここの食い物うまいんすよ。おお、いいね。気のいい人たちですね。なんだよ、魔物っつっても人間と変わんねえじゃねえか。人間がうまいっすよって言ってくれてるのがいいよね。さあ、お待たせしました。おお、おお、でかいんだよ、でかいんだよ。いや、うまそうだな。クモじゃなくてカニやん、もう。うわー、なんか特殊なやつでほじるやんな。一回だけそういうの食うとなる。あったまりますよ。カニ本家違うな。なんか豊橋にあったんだよな、カニのお店が。デニーズの横に。一回だけお母ちゃんと行った。ああ、早い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 。そうなんだよね。確かなんかね、豊橋の、うん、豊橋のね、なんか、うん、そういうカニのところにお母さんの誕生日と一緒に、うん、お母さんの誕生日に一緒に行ったっすね。
うん、カニそこでなんか食ったけど感動した、わーみたいな、はい、カニカマじゃないもんね、カニだもんね、モノホン、顔が、お顔が、顔から顔、やっぱり魔物だ、うん、ごめん慣れてそれの繰り返しだよね、はい、いやおもろいわ、相変わらず俺のスッキリ感がすごい、すごすぎる、あ今日は、あ時間的にまだ撮れる、あまだ撮れる、最近1本しか見れてなかったからさ、物足りなさすぎてやばいんだよね、今もだからあのお母ちゃんと一緒に買い物に行ってで戻ってきたからさ、そう久々にスーパーにこう一緒にね行った、最近は俺が本当に家から出ないもんだから一人でちょっとあの歩いて上のスーパーに行くみたいな感じだったんだけど、もうちょい遠くにねあの業務用スーパーがあってめっちゃ安いんですよ、でそこに一緒に行った、あやっぱ楽しいわ、なんかこれぐらいのさバカでかいハムが1000円とかあった、これぐらい何それっていうぐらいでかかったんだよね、多分ちょっと安くなってたと思うんだけど、でも1000円はやばいよね、何回分取れるんだよっていうさ、まあ業務用だからこそのね、ブラジルはでかいよ、でかいよ、写真撮ったんだけどもう手きつかったもん重くておーやー冬おー団地で掃除してた頃思い出すわ、団地で降りて毎回やってた、日本でスライムの体は呼吸を必要としない、うん、よし体験じゃ、りょう体内で熱を制御、水蒸気の発生に成功、圧力を調整し興奮部より慎重に放出、ほう準備が完了します、興奮部と初めて聞いたわおお見事に白い息だぞ、はい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 、何言ってんすかリムル様、あ大丈夫っすか、うわこいつこ圧力力ない、あーこいつは本当に一言一言多いんだよ、ちょっと待って、なんかちょっと待ってちょっと待って、なんて技これ、ちょっと何やってんの、暴風何これ、暴風極大圧、暴風極大圧発砲でやってる、ちょっと何やってんの、ゴブった一言多いんだよ、お前大物だな、次回魔物の町の雪化粧、おー雪ですね、いやあのだからさ前回の何秋だと気づかずに夏だと思って麦わら帽子をかぶったバカな行いね、もうこの最後を俺もね次回予告として見てないんすよ、Cパートとして見てるのね、だからさあんまりこう予告としての信頼度が低いというかさ、いやいやいいんだけど、なんかねそうなんですよ、予告と言いながらふざけ倒してんなっていう感覚だったからね、見事にそこ事故ってさ、夏だと思ったら、あやっべ思いっきりこれ秋か事故ったなって、ジョニキクオリティですよね、ジョニキクオリティだから、まあまあまあのホームなんでね、もう本当に気楽にね楽しんでる感じ、もう家で友達と一緒に楽しんでる感じだから、余裕でなんかいろんな事故起こすんだよねでみんなが友達として横からさ、いやこうやがなこうやがなっていうのをやってるみたいな、そんな感じ、こたつでなんか囲んでテレビ見ながらああだこうだ言ってるみたいなイメージを、これが俺らのチャンネルです。はい。ということでね、ブラジルで排水溝とか詰まったら、この透けてる変なのをね、試しましょうということでね、ジアブ・ヴェルジ、ね、緑の悪魔、すっげえ名前だよね。で、お母ちゃんにも一応聞いたんですよ。ネットで調べたの、プラスお母さんにも聞いて、お母さんからも、この情報言ってなかったのに、これ来たから、まあ、これ、結構本物だな、っていうところでね。で、お母さん、キリスト教だからね、悪魔っていう言葉をなるべく言わないんですよね。だから、お母ちゃんが悪魔って言葉を口にしてたから、ちょっと面白くてね、その後もちょっといろいろといじったんだけど。はい。そんな感じでございます。ということで、今回はこんな感じで最後になります。グッドボタン、チャンネル登録、ボタン、よろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。See you next time!